どうも、キングコングの西泣宏です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西泣宏エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、事業性と社会性と芸術性の割合というテーマでお話ししたいと思います。昨日ですね、あのー、僕の大切な友人で、ベネチジアングラス職人のですね、土田康彦さんを取り上げたドキュメンタリー映画、孫をね、土田康彦運命の交差点についての研究の、えー、舞台挨拶がありましてですね、で、僕はですね、この作品 的には直接関わっていないんですけれども、土田さんのえっとバーターとしてですね。舞台挨拶に出させていただいたんですね。で、まあ、場違いは百も承知なので、隅の方でおとなしくしとこうと思ったんですけれども、上映終了後のですね。トークショーでお客さんから飛んできた質問がですね。シーンを捉えていて、それでね。もうついついね。盛り上がっちゃったんですね。 で、その質問っていうのがですね、今日のタイトルにもなっていますが、皆さんのクリエイティブの事業性と社会性と芸術性の 割合を教えてくださいっていうものです。あの、全部100%で、全部10割ですっていうのはなしで、えー、なしでその割合をちょっと教えてくださいっていうものです。で、昨日のですね、舞台挨拶に登壇されたのは、もうね、世界的にも活躍されている方ばかりでですね、その方々に対して、えー、まあ、要するにですね、あんたたちはどれだけの割合でビジネスのことを考えて、どれだけの割合で社会と、まあ、接続することを考えていて、えー、どれだけの割合で芸術のことを考えているのっていう問いが、 飛んできたわけですね。で、ラジオをお聞きのですね、えー、そこのあなたもですね、自分だったらどう答えるかを考えながら聞いていただきたいんですけども、ちなみに僕はですね、事業性と社会性と芸術性の割合っていうのは、あのー、まあ、わかりやすくパーセンテージで言うとですね、1%、1%、98%なんですね。これ、モテたいから、まあ、そう答えたのかなとも一瞬思ったんですけども、まあ、自分に再確認したところ、いや、そこに嘘はなくてですね、僕ね、あのー、本当に、 誰も見たこともないものを作りたい、見たいっていうのが、圧倒的に強いんですね。 つまり他の人がやっているようなことには興味がなくて、もっと言うとですね、非き名に接続してくださるファンの方にた、あの、反対されてもですね、まあ、そこそこ大虫で進めちゃうんですね。それこそですね、煙突町のプペルっていう絵本を分業制で作ることを発表した時にはですね、世間の方は愚かですね、うん、とファンの方からも反対されたし、えー、もっと言うと担当編集者さんからの反応もあまり良くなかったんですけども、ただただ自分が見たくて、まあ、強引に押し進めたんですね。 あのー、まあ、まだ誰も進んでいない方向に進んだら、落とし穴も含めてですね、まあ、どんなエンタメが待ってるんだろうっていう、本当にですね、その動機で進んでいるんですね。で、まあ、それこそ事業性とか社会性みたいなものを、に重きを置いていたら、僕ね、ひな壇とかに出てるんで。でも、その二つはですね、自分の中では優先度はちょっと、あのー、あまり高くないんですね。 ただ、ええー、まあオナに全開で生きるためにはですね、無視できないところでもあるので、どうすればマネタイズできるかなとか、どうすれば届くかなっていうのは考えるんです。で、そこに関してはですね、他の方よりも考える割合が低いので、まあ全体的にですね、エンタメに向き合う時間を増やしてカバーしているっていう感じですね。で、今日はですね、そんな僕の話じゃないんですよ。世界で活躍している、されているクリエイターさんたちが、この質問に対してどう答えるかです。 あの、皆さんですね、めちゃくちゃ正直に答えてくださったんですけれども、昨日のその舞台挨拶でね、この質問に対して蓋を開けてみたらですね、ほとんどの方がですね、ビジネスの割合が大きかったんです。ビジネスが9割ですって答えた方もいた。世界的に活躍されてるクリエイターさんがですよ、ビジネスが9割ですって答えたんですよ。なんかね、もうね、痛快でした。これね、あの、間違っちゃいけないのが、お金稼ぎをしたいイコール9割じゃないんですよ。クリエイティブを 続けるために僕はビジネスに9割を割いていますっていう話で目的はですねやっぱりクリエイティブなんですねちなみにですね皆さんの周りにいるクリエイターさんはどうですかまあそう答えている方もいらっしゃると思うんですけども中にはですね俺は金のためにやってんじゃねえとか言って結局ですねクリエイティブを続けられなくなって手放している人いません あのー、僕ね、クリエイティブのためにやってるなら、クリエイティブを守り抜けよって思うんですね。そのためには泥水をすすったり、まあ、あるいはですね、世間の誤解や批判も甘んじて受けろよって思うんです。 ビジネスが9割です。クリエイティブを続けたいからっていうですね。昨日の登壇者の方のコメントを聞いたときに、思わずですね、ほんとそうですよって言っちゃった。さっきまで、お前 1%1%98% か言ってた僕のダブルスタンダードっぷりったら、まあなかったんですけども、本当にね、そうだと思うんです。あの僕はですね、仕事で、まあ海外に行かせていただく機会が比較的多いんですけども、 そこでね、まあ、そこでってブロードウェイとか、まあ、ハリウッドとかそっち系ですね。で、よく聞かれる質問がですね、作品のメッセージは何かそして、誰に届けたいのかこの二つはよく聞かれるんですけども、もう一つですね、そのために君は何をするのかっていうことをすっごい聞かれるんです。で、これ最後の質問は言い方を変えるとですね、君のマーケティングプランを教えてなんですね。 これ日本だと、えー、質問は前の2つで終わるんですよ。クリエイターがビジネスモデルを語ることが悪いことのように日本だと扱われるんです。で、クリエイティブにおけるビジネスっていうのは、いわばですね、インフラなんで、ここを無視してしまうと必ず立ち行かなくなるんですね。 子供を産むだけ産んどいて育て方に関して議論しないっていうのは、まあ親としてどうなのかなって思うんですが、日本のですね、クリエイティブの現場では、そういった、まあ要するに育児放棄がですね、もうまかり通ってる、もうほんとね、多発してるんです。 そんな中ですね、昨日ね、登壇された皆さんの話を聞いてですね、まあ本当世界的に活躍されている皆さんの話を聞いてですね、僕はですね、こっちの人の方がよっぽどクリエイターだし、よっぽどアーティストだと思ったので、その熱が冷めないうちに皆さんに共有させていただきました。今日はですね、事業性と社会性と芸術性の割合というテーマでお話しさせていただきました。 オンラインサロン西野なきエンタメ研究所では、西野なきが現在手がけている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野なきでした。じゃあ、またねー。